ドラマだ。エスエー高見。今きっとね、BHT とか言おうとした。そうね。本日のテーマはゲスト、カホさんの生まれた1991年のヒットソングベスト10。始まりはいつも雨。この曲は CM ソングとして放送された直後に問い合わせが殺到し、急遽シングルリリースされました。第4位、牧原紀之さんのどんな時も、映画の主題歌に起用され大ヒットしました。第3位、菅さんの愛は勝つ、バラエティ番組クイちゃんの山田かつてないテレビの挿入歌に起用されたことで人気を集めました。第2位、チャゲ&アスカ、ドラマ101回目のプロポーズの主題歌として250万枚を超えるセールスを記録しました。そして第1位は小田和正さんのラブストーリーは突然に、ドラマ東京ラブストーリーの主題歌として254万枚以上を売り上げ大ヒットに。今夜はそんな1991年のヒットソングにスポットを当てます。はい、91年はドラマの主題歌は売れるという法則が成り立ったきっかけの年で、皆さんね、知ってる曲多いと思うんですけど、加護さん知ってる曲ありますか？はい、5番目ぐらいまでは知ってますね。5番目、ここまでは大体全部知ってる、知ってますね。すごいな。91年って随分前ですけども、ブラザートムさん、当時35歳、バブルガムブラザーズで紅白歌合戦初出場。そうだ、1991年に紅白出た時って、ハウンドドッグが出ないって言ったから出れたんだ。そうだね。だって俺たち NHK で、ありがとう、ハウンドドッグって言ってるもん。あ、そう、あの、紅白の時に。ハウンドドッグがね、自分たちは出たくないって、寸日前に言って。言っちゃったんですか。うん。ありがたかった。それが91年です。そして、深田恭子、当時9歳。髪をショートにして一気にモテなくなったという。そんなエピソード。幼稚園とか小学校1年、うん、結構モテモテだったんですよ。来ちゃった。チヤフヤしてもらってたのに、小学校3年生になってショートカットにしたら、うん、もう全然モテなくなっちゃう。あら、ダメだな。でも人生ずっとモテてるんですよ。うん、で、ゆかりが当時4歳。はい。保育園。動物園でゴリラに石を投げられる。抱っこされて行ったら、石じゃなくて、なんかその時雪が降ってて、こうやってゴリラが雪をこうやって丸めてたんですよ。ブンって。おじいちゃんがチュッと避けたら、私の顔面にドーンって当たって。そしてキンキキッズ、当時12歳、剛、母と姉が本人の知らない間に履歴書をジャニーズ事務所に送る。で、その年なんだ。はい、姉が送った履歴書がきっかけで社長から電話が入る。で、5月5日に横浜アリーナの光源氏のコンサートに招待され、初めて2人は出会う。そして事務所に入り、ちなみに2人のコンビを組んだのは翌年の92年ということなんですけど、2人はさ、事務所で何してたの？土日にはこうレッスンしたりとか、東京来て。で、2人仲良く手繋いで奈良から来てる。まずないですか。だって、桜井さんと手繋いで行かないでしょ。行ったことあるよね。じゃあ次、やっていこうかな。怖いな。酔っ払っちゃったじゃないですかね。あの、剛くんはこの中でなんか、僕は始まりはいつも雨、ね、テレビで聞いて、うん、僕は上手に君を愛してるか愛せてるか誰よりもっていう歌詞にやられ、うん、やられ小学生だったんですけど、うん、初めて買った、初めて買った CD が始まりはいつも雨と、はい、上手に愛せてるかい、小学校でですよ。何を思うねん、小学校の時に。何を、君を愛する
するたび愛じゃ足りない気がしてた。君を連れ出すたびに雨が包んだ。素敵な、とても素敵な名前と気づいた。僕は上手に君を愛してるかい、愛せてるかい。星を避けて